91が、ルート3、これまあルート3なんか使ってもいいんですけど、で V はあのこれに垂直なベクトルを取りましょう。ですからまあこんなふうにあの Q1 があったら、これに垂直な、まあこんなものをイメージします。いいですか。それだからこれがあの V ですね。で何するかというと、これあの講義での最後の話であったんですけど、あの、まあ、正斜面をまず求めましょう。これ X があったらここにこういうものですね。で1番目はあの、X 属数、これ外にあると想定するんですけど、普通はの、V への正斜面、直行斜面ですか。これあのなんか PX 書いちゃうんですけど、これ P を行列で書こうっていうわけです。でそのためにはあのまずあの V の正規直行規定を求めます。でその前にあの規定をやんなきゃなくて、でこれはあの XYZ が V とすると内積はもうこの X プラス Y プラス Z が0と必要条件ですね。でそうすると規定は XYZ でどれを消そうかな。 X 消しますか。こうなりますね。Y はマイナス1、0プラス z のマイナス1、0、1ですね。こういうふうにあのなりません。でどうせあの1、0と0、1になってるからもうこれ一度月は見えるからもう大したことなくて、あの V のまず規定としてQ1 が Q2 がと取れる。あのもちろん規制たくさんあるんですよ。なっていいんですよ。これでここに乗っててあの平行ないのは無数ありますね。で Q2 の Q1 方向への直行斜影正斜影はどうですか。を W としますけど、W は Q1 の事乗 Q1、Q2 でしょの Q1 ですか。Q1 はこれ 2ですか。で内積はあなんか間違ってる、これ0、1ですね。内積1だね。こうですね。ですからあのこれがあの V にすると、なんかこんなふうになってるの。でこれが W ですね。でさっきから何回か講義を含めてやってますけど、ここがあのこれは Q2-W ですね。これがあの Q1 に垂直だってことですね、基本的に。そうすると、何するんだっけ。あ、そう、Q2-W を計算するんだ。マイナス1、0、1、引く2分の1のマイナス1、0ですか。2分の1で出して、マイナス2、引くマイナス1ですか。だからマイナス1ですか。でこれマイナス1ですか。合ってる、大丈夫ですよね。そうすると
マイナス1、マイナス2、マイナス1、1はマイナス1、1と垂直ですね。で、あとはX プラス Y プラス Z が0になってないね。あ、ここ2だね。やっぱなんか変だと思った。で、こんなふうにちゃんと計算します。計算すると大丈夫です。 いいですか。今言ったのは、ここ X プラス Y プラス Z が0だから、マイナス1、マイナス2加えたら OK ですね。というわけです。そうすると、どうだったっけ。もうちょっともう一回書くと、Q1 が、あ、じゃなくて、もういいね。P1 は、Q1 を大きさ1にしましょう。で、Q1 が、マイナス1、0だから、ルート2分の1のマイナス1、0ですか。で、P2 は、これを大きさ1にすればいいわけね。で、そうすると、P2 は、ちゃんと書くと、Q2 引く W 分の1の、Q2 引く W で、ルート6分の1の、こういうふうになります。それで、これが準備で、何やるかというと、PV を計算するわけね。で、これP1V の P1 プラス P2V の P2 という公式がありましたね。こんなふうに、これ正規直行規定なんだけど、これをこんなふうに今 V ですか、正斜映するっていうのはこういうふうになりますね。でですね、で、ちょっと注意すると、このままやみくもに XYZ として計算してもいいんだけど、ちょっと教えて、特にオイルスナックなんかやったり、数値解析なんかやる人たち、先生方はこういう、内積よりは次のような記法が、によく慣れてます。それで、これ、1×1 行列だと思って、これは3行1列ですから、実はこれ順序逆なの。こうなの。ここの文は。いいですか。点地の PV は、PHV に等しいでしょ。で、これは 1×1 行列で、これは3行1列ですから、いいですか。ここ 3×1 で、ここが近く、こんなふうに考えます。ちょっとこの順序変えるの難しいですね。本当に。なんか定数倍って、だから本当はベクトルを行列と見なしたら、実は右側に定数倍書いた方が自然な面があります。いいですか。それで、こちら側の方、あ、これ P1 ですね。で、P2 の点地の P2 の V っていうふうになります。ですから、これで計算簡単になるわけな、全然決してないんですけど、なんか V を XYZ とか書いてもなんか見にくいですね。で、具体的には P イコール、あまり具体的じゃないですけど、こんなふうになります。いいですか。で、計算すると、計算自分でやってほしいんですけど、というわけで、どうなんのこれ。これね。で、これルート2分の12つ見えるから2分の1書いちゃうね。ここのルート2分の1、2分の1あるから。で、点、マイナス102、マイナス10か。あ、大変だこれ。
プラス、次はこれルート6分の1、2つありますね。だからこれ6分の1で、マイナス1、マイナス2で、マイナス1、マイナス2になります。それで、これちょっと大変でして、2分の1の、マイナス1、マイナス1をこれかけるんだから、1、マイナス1、0ですか。それから、これマイナス1、1、0、これ1ですか。で、0倍はもう0、0、0ですね。いいかな、ちょっと書いておくと、ここの0がここになるんですよ。で、次は6分の1の、あ、なんかすごく大変じゃないの、これ。1、1、マイナス2ですか。で、ここが1、1、マイナス2で、2倍のマイナス2、マイナス2、4ですか。こうなります。あ、嫌だね。分数計算、僕嫌いなんだよ、と。そうすると、6分の1の、こう、さ、ゆっくりいきます。こうすか、そうすると、どうなるこれ。大変じゃないですか。これ一つだけだね。4マイナス2、4マイナス2マイナス2になってから。これは同じですね。それで、なんだっけ、あ、これマイナス2マイナス24ですか。だから3分の1の2マイナス1マイナス1、こんなふうに出ちゃいますか。これは結構大変でしたけど、これが計算です。そうじゃなかったら、もうこれ、ここの部位を XYZ にして、これか計算してしちゃ、真面目に計算していくだけです。いうわけで、ちょっと注意すると、これフルランク、退化してるって言うんですけど、カーネルがありますね。ゼロないですね。ゼロだけじゃないですね。だって1列と2列等しいじゃないですか。だから例えば1マイナス1、0なんて、ベクトルは消えちゃいますね。いいですか。それちょっと注意してください。ここ間違ってるね。マイナスでここプラス3ですね。そうすると、どうなんだっけ、ここは違ってるんだな。で、ここはマイナス2で、ここが4で、ここはマイナスになりますね。そうすると、ここは間違ってて、マイナス1、2、マイナス1ですね。ここをちょっと間違ってましたね。